はいえー、どうも皆さん、こんにちは、なつです。えー、今回もパラディンズやっていくんですけども、えー、主要キャラがダメージのキネッサええー、この子使っていきます。スナイパーライフル使う子ですね。で、えっ、ー、と、ちょっとつい先ほど、えー、まあ動画と今撮ってる、まあ1時間ぐらい前にいただいたコメントなんですけども、えー、PC 版なのということで、えー、と私は PC でプレイしております。えっ、ー、と、 PS4 でも海外ではベータが始まって配信されてるみたいなんですけども、まあ一応、えー、日本に住んでる人もね、えー、PS4 で、えーまあ、ダウンロードする方法はあるんですけども、ちょっと僕も PS4 事情がちょっとあまり詳しくないので <laughs>、 何、えー、とも言えないんですけど、ちょっとその詳しいやり方はここでは控えさせてもらうんですけども、ま,あ、またあのライブとかに、ね、来ていただいた時に、えー、コメントいただければ、えー、お答えできる部分もあるかなと思いますので、その時にまた聞いていただくか、えー、ご自身でググっていただくかで、えー、よろしくお願いいたします。で、基本的にコメントは、えー、今回みたいな感じで動画の冒頭か、えー、ライブ中に、えー、返しておりますので、よろしくお願いします。 えー、その他のコメントも多々、えー、いただいてるんですけども、えー、ほとんどライブ中に返しておりますので、えー、ここでは、まあ、もう一度ね、返すことはしません。ということで、えー、今回のキネッサなんですけども、右クリックをすると、えー、スコップ覗きます。で、これ、マックスまで貯めて撃つと、大、え、体、ー、いいダメージが1300とか400とか出ます。で、相談数が20発なんですけども、 えー、マックスで溜めて撃つと1回で4発使います。なので、えー、20発フルで、えー、5発撃てるのかな、スナイパーだと。で、左クリックするとさっきみたいにダダダダダーっつって威力の低い球をばらまくような感じですね。まあ、緊急用っていうふうに思っていただければ特に問題ないかなと思います。あタ,ンタンクじゃねえ、ヒーラーだな、あれ。で、あの、 シャーリーンとの違いなんですけど、どうなんだろうその単発の火力自体はこっちの方が出ますね、だいぶ。ただ、シャーリーン同様、体力は全然ないので、あの、キャプチャーに入るんじゃなくて、こういう風に離れたとこから戦うようなスタイルになります。だから、ちょっと人によってね、あの、向き不向きがあると思いますね。で、Q を押すと、こういう変な弾投げるんですけど、これが、えっ、ー、と、 0.2秒だから0.25秒ごとに、えー、4ダメージを与えながら、えー、敵の、えー、移動速度を落とします。よし、来るかもうこれはね、ダメージ低いんであんまり使い道ないんですけど、まあもうちょっとで倒せるこいつっていうのに対して、緊急で使っていくような感じになると思いますね。あ、のヒーラー嫌だ。グローバー嫌い。 おっと、ミスった。よいしょ。今使ったのがワープです。F を押すと、そ,その変なの投げるんですけど、投げた場所に対してワープします。ウルトは使うときに説明します。で、シャーリーンと違うところが、ごめんなさい、途中だったんですけど、単発の火力はキネスさんの方が出ます。えー、ただ、このフルチャージで撃つっていうのを、まあ、前提にしたときに、 どうなんだろうチャージ率がどっちが早いかっていうのは微妙だよなちょっとごめんなさい。詳しくはなんとも言えないんですけど、まあお好みの方っていう感じでいいと思いますね。ただ、キネスサの場合は基本的にこうやってスコープ覗きながら戦うことにはなると思うので、あの、視野は狭くなりますね。だいぶ。オッケー オッケーおうまくハマってるかな敵ヒーラー2人んのか今気づいたけどこれやばいんじゃないあのヒーラーはやっちゃいたいナイスやばい逃げれない押し込めないかななのでまあシャーリーン同様に まあ離れて戦う系ではあるんですけど、まあ方次第ですね、あのしっかりフロントラインとかもいるような、えー、まあゲームであれば、全然あの力になれるんですけど、前に出てくれる人が少ないキャプチャーに入る人が全然いなかったりとかいうゲームの場合だと、ちょっと使い勝手は悪くなるかなって感じですね。 おし、じゃあ、開幕ウルト使いますかウルトが、ええー、と、スコープを除く、あ、違う、えっ、ー、と、チャージ速度が 50%? かなんか上がって、ええー、と、敵の、えー、上半身へのダメージも50%上がります。あやば全然意味ねえとこで使った、結果。あ、やば、これ死ぬわ。いやー、こうなるんだよな。 車輪同様裏取られると一気に厳しくなりますで体力もないので裏取られて先手取られちゃうと大体負けちゃうかなーって感じがしますねあやべまた裏取られてるなあくっそ そう、あのー、やっぱりスコープ覗いてると視界が狭いので、裏取りとかもちょっと気づきにくくはなりますね。え、なんか今来なかった何今のびっくりした。アトライチした。 状況が分からんどうなってんだろうここ,ここ長いとこ見えるかああれは落下したな多分あれもう倒せるっしょあリロード入った 押してきてきるなやばい俺死ぬ押され出したかだって今度は良きタイミングでウルトが使えるといいな よしナイスこういう今みたいな場所から狙い撃てるのも良さの一つですね ナイスあやばこれは死ぬ匂いがあ危ねおお危なああやべ当てらんね なんかここあったよしあれもやれるっしょナイスオッケーこれいったかなオッケーさてまあウルトモンは強力なんですけど まあやっぱりチャージ時間も多少はかかるのでウルト中に打てるのは3発とか限度かなとは思う,うわやべえ外した23発が限度なんじゃないかなとは思うんですけどうわウルトだマジかやばっ いやーマジか近いとわけわかんなくなるな結構倍率高いからさ <laughs> っきからキャッシュがすげえ裏取りしてくるやばいやばい前線に戻らなくては <laughs> オッケーキラーやるかナイスオッケー あれどこだなんかこの辺ですげえ落とすんだよなよしやれやれあれあれ無敵かちくじったオッケーということで えー、まあ、あんまりね、使い慣れてるキャラクターじゃないんで、上手なプレイっていうわけではないんですけども、えー、まあ、こんな感じでいいかなと思います。まあ、えっ、ー、と、ダメージのキャラなんですけど、かなり、えー、火力自体は期待できるキャラなので、あのー、まあ、チームの編成によって、えー、まあ、選ぶか選ばないかっていうのは変わってくると思うんですけど、えー、まあ、あのー、しっかりね、フロントラインがいたりとか、 そういうようなチーム編成の場合はガンガン使っていってもいいんじゃないかなと思います。全然使いにくいキャラとかでもないので。ということで、えー、今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントもどしどしお待ちしております。